出力交際とは、明治6年12月27日に出された、大上官布告第425号に基づき、過録、商天録を自主的に放還した者に対して、企業資金を与える目的で起こされた交際のこと。放還に応じなかった残りの家族、士族に対して、数年後に強制的に配布された、金録交際とは異なる。明治政府は明治4年に、 廃藩置県を断行して長年続いた封建制度を解体したものの依然として旧武士階層に過録焦点録などの実録を払う義務があった当時の政府予算の4割が実録支給に充てられたことから一刻も早い実録処分が求められていたがその場合に生活の糧を失った氏族が反乱などを起こす可能性があったそこで 氏族受産を行って氏族が自立した生計を立てられるようにし、少しずつ実力への依存から脱却させる政策を取った。同年暮れに氏族に対して、現在官職にある者以外は自由に、農耕商業に従事できるものとして、自主的な就業を促した。だが、白録の者は、企業意欲があってもそのための資金がない例もあったために対策として、 出力の返上と引き換えに、出力数年分を企業資金として渡すこととした。ただし、政府にも希望者に全額を現金で渡す、財政的余裕がなかったため、売買可能であり、7年以内に、元金全額を払うことを約束し、それまでは利子を支払う交際を発行することとした。明治6年。 この年に発行された7分利付外国交際による収入を元でに出力交際を発行した。当初は、過6、焦点6が合わせて100国未満のものを対象として、出録を打ち切る代わりに、衛生6は六高6年分、就寝6は六高4年分、年限6はその年限に応じて1から4年分の六高に換算されて、半分を現金。 残りを出力交際で支給された。なお、六高の金額換算は、明治6年の所属府県における、高納石大相場に基づいて決定された。翌明治7年3月28日に、出力交際の詳細を定めた、過録引換え交際証書発行条例が制定され、これによって、出力交際は、額面500円、300円、100円、50円、25円の五種類が、 発行されて、年利8分、利払いは、年に1回、2年の末置き後、7カ年で召喚される、こととなった。毎年抽選で召喚者が選ばれ、交際の回収と引き換えに元金が全額渡された。交際は、記名式で、外国人への売却は厳しく禁じられていた。同年11月5日に、過録放還制が導入されたことで六高による、 制限が廃止されたが、100国以上のものに対しては50国分のみ、現金支給を行い、残りはすべて出力交際による支給とされた。また、給武士階級が企業のために、勧誘の林野などの払い下げを希望する場合には、出力交際による支払いが認められることとなった。だが、明治8年に強制的な出力処分の準備が整ったのを受けて、 7月14日に、過六法官は中止されて、出録交際はこの日までに法官を届け出た分までで、打ち止めとされたまでずれ込んでいる。続いて9月7日の大上官布告138号において、法官を出録交際に代わって、金録交際に切り替えることを宣伝した。法官は自主的であったため、地方の官僚や、氏族のリーダーの意向によって、 交換を申し出る割合には幅があった。鹿児島県ではほとんど応募者はいなかったが、新潟県や三重県では約半数に達した。全国では約42万個の種族のうち3割程度が召喚に応募した。この打ち切りまでの間に出された出力交際は1656万5850円であり、 死給対象者は13万5884人であった。召喚は明治9年から開始されたが、翌年の西南戦争によって1年繰り延べが行われて、最後の発行から8年目の明治17年に全額の召喚が完了した。なお、利払いは974万9292円93銭3輪であった。 この政策は、いわば無期限の過禄を返事て、有機交際とするものであり、応募した、旧物資階層は国家に対する、経済上の特権を永久に失った。一時資金、出力交際を産業資本として機能した一部、士族は、土地低下払い下げの特典によって、地方の中小地主になったが、商業に従事した一部士族は打ち続く貧困と、士族の商法によって、 ほとんどの交際は急速に氷菓子資本家に吸収され無産者、下級放給者となった。ありがとうございます。